全然プレイヤーがいなかったので、行った瞬間1位になるんじゃないかなと思って、なるほど、中国も喋れないもん、まあ、とりあえず、上海に。まあ、10周年特別賞って8年しかもらえない賞があるんですよ、はい。そのうち唯一外国人で、はい、こういう賞をいただくことができて、本当にまあ中国の中で、まあ、みんなに優しくしてもらって、認めていただいたっていうのが、フジテレビ清水俊宏のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法、仕事のスキルをスキルに、仕事好きの清水俊宏です。ゲストの皆さんから仕事のスキルにつながるような考え方やノウハウを伺っていきます。今回の仕事好きは株式会社ヌルヌルで代表取締役 CCO を務められている山下智博さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。山下です。今回の仕事好きマイスターは中国ネット社会で最も影響力のある日本人と言われる山下智博さん。中国版 YouTube イービーではチャンネル登録者数265万人を超え、総再生回数は4億回を突破。2013年に動画投稿を開始し、2018年のビリビリ動画主催イベントでは外国人唯一となる特別賞を受賞しました。自らを民間外交官と称し、日中文化交流の架け橋となるべく活動の幅を拡大されています。どうやってそんな影響力を持つまでになったのか教えてもらっちゃいます。中国で TikTok 含めたフォロワーが600万以上です。そうです。いろんなプラットフォームで合わせますと600人ぐらい。中国ではもう知らない人はいないぐらいの感じだっていうので、本当かなと思って、うち の, あのグローバル事業部っていうの、はいはい、山下さんとこの間知り合ったんですけど、あのビリビリとかで超有名な人ですよね、みたいな。あ、本当ですか。よかった。いや、本当に、さすがだなと思って。結構日本でもたまに街とか歩いてると、はい、あ、山下だって中国の人から言われて、はい、写真撮ってみたいなことはあるんですけれども、中国にいた頃はもうすごい、それが日常茶飯事だったんですけど、こっち戻ってきてからは結構今減ってきたというか、そこまでね、こう往来がないので、で僕の動画を見たきっかけで日本に興味持って、日本に留学に来てますとか、日本で仕事してますみたいな人結構いてくれるので、あ、生きててよかったなと思います。なるほど。まあ本当にね、どういったコンテンツをどういう風にやると、まあ中国でバズるのかみたいな、グローバルでこうね活躍したいみたいな人たくさんいると思うので、今回資料を用意していただいたみたいで。はい、そうです。はい、もともと僕芸術大学出てたんですけれども、はい、うん、大阪の芸術大学に行ったんですね。東京がすごい怖かった。まあ、北海道出身で、はい、大都会東京ってものすごい悪い人がたくさんいるイメージがあって、はい、クラスに行けてる人がみんな、お、東京行こうぜ、やっぱ高田の馬場だよなみたいなこと言って、まあ、怖いと思って大阪行こうと思って大阪に逃げたんです。なるほど。そこから大阪で4年間現代美術の展覧会を作ったりとか、はい、パフォーマンスやったりとかって裏方の仕事の勉強を始めて、そこからまた北海道に戻って就職して、はい、劇場で働くんですけれど、なんか最初は割とこうパフォーマーとして、一応美術家っていうかアーティストとして、はい、有名になりたいなみたいなのがあって、うん、で中国でなんか面白いことしようっていう感じはもちろんあったんですけれども、うん、ネットでバズったのはまあほぼほぼ事故というか、うん、すごいラッキーパンチだった感じですね。もともと中国を目指そうみたいなのはあったんですか？あ、ゼロですね。あ、それはないんですか？なんか20代のうちに海外行きたいとしか考えてなくて、うん、でその中で現実的なところと、あとはなんかこうニッチな方に行かないと、他の人と違う体験をしてないと、うん、存在意義というか、はい、輝けないじゃないですか、うん、ましてやすごい凡人の家庭に生まれ育ったので、はい、あえてこう狭いところというか誰も行かないようなところをこうぐいぐい攻めていくことで、ようやくこうなんか自分のアイデンティティができるなと思ったんで、うん、美術とかやってるとアメリカとかヨーロッパとか、はいはい、行きがちなんですけど、でもそこってもう常に先人の方たちがいて、もうみんなこうしっかりピラミッドができてるような感じだったんで、中国ってなんかそういうアートとかの方面に行くと全然プレイヤーがいなかったので、行った瞬間1位になるんじゃないかなと思って、なるほど、なんかそういうような意味合いもあって、中国も喋れないもん、まあ、とりあえず上海に行ったのに、日本のまま2012年単身上海ってことですから、その日はですね、モテたいってことを。あ、そうなんですよ。まあ、当時僕、はい、公務員やってたんですけれども、はい、札幌で。僕の当時の写真がこんな感じなんですよね。はい、やっぱ、カッコつけてもカッコつかない感じの見た目と身長だったので、はい、まあ逆に、キャラ濃いめでいこうと思って。なるほど。で、これは初期のスターみたいな感じですもんね。そうです。公務員だったんで、形から入ろうと思って、はい、ずっと公務員のコスプレをして、出社するっていうのをやってて、はい、まあ特にその、モテナイトって右側にあるのその、モテるためにどうすればいいのかっていうような、まあプレゼンのパフォーマンスやったりとかしてたんですけれども、はい、こんな感じだったんですよ。こんな感じの状態で、まあ、中国に行ったんですけれども、やっぱ大阪に行ったことが結構僕の中で大きくて、僕の目当てとしては、はい、まあ、とりあえず日本のことあんまついてくれてない国
ていう印象があったので、はい、そこに対してアートができることって割とこう嫌いから好きに180度こう感情をグラッてこう跳ね返せれば、はい、これって結構人生の中ですごい得難い体験だと思うんですよね、うん、知らないから好きになる90度より嫌いから好きになる180度の方が人生に対してこう衝撃が大きいので、うん、そう考えるとアートってそういうことができるなって、なるほど、日本のことが嫌いな人を笑わせて、あ、ちょっと日本もいいとこじゃんって思わせるようなパフォーマンスができないかなっていう考えたのが一番最初だったんですよね。実際行ってみてどうだったんですか？いや、それで、なんか僕、2013年に、向こうの大学院に通ってたんですよ。うん、留学で。で、そこから始まったんですけれども、そこで僕が通学している様子が、うまくインターネットでバズったんですけれども、それがなんか当時こういう感じで、通学してたんですよ。はい、まあ、中国偽物たくさんあるじゃないですか。はい、これ一応、ピカチュウ。あ、ピカチュウの、オレンジの、オレンジのやつが、ピカチュウの乗り物が売ってたんです。これ動くんですよ。あ、なるほど。本当に歩く速度より、ちょっと遅いぐらいで、はい、子供が乗るようなやつだったんですけど、大人も乗れて、でこれで通学してたんですよね。ピカチュウがピカチュウに乗ってる状態なんですね。そうそうそう。任天堂さんマジでごめんなさいっていうようなことを、ね、両方偽物っていう。そうそうそう。こういうことをやったことですごくバーってバズって、はい、いろんな人があいつ面白いなっていうふうにインターネット上で絡んで来てくれるようになったんですけれども、はい、当時の中国で言うとひもって男子がすごく多かったんですよね。人生お先真っ暗みたいな、人脈もねえし骨もねえしもう学力もなければお金もねえ、はい、見た目も不細工でもう俺はお先真っ暗だみたいな自暴自棄になる若者たちがすごく多かった時期で、でこういう時にあ、なんだ中国も今三浦淳さんが欲してるんだなと思って、はい、で三浦淳さんがやっぱこう僕も日本で三浦淳さんに救われたタイプの人間だったんで、僕は中国の三浦淳さんになろう、名前的にはジャニーズにめちゃめちゃ近いんですけれども、はいはい、僕は中国の童貞のアイドルになろうと思って、もう三浦淳さんになろうということで、僕はこう言ったら言うたらこう変態文化の伝道師っていうようなところで自分をまあプロデュースしていこうと思ってます。そういうメッセージを僕だったら伝えられるんじゃないかなと思ってやっていって作ったドラマがこれなんですけど、はいはい、お、またピカチュウが出てきますね。ピカチュウの横に空気の人形の彼女が出てくるんですよね。もう言ったらこう中国の中では大量生産されて大量に捨てられるような性欲のハケだめなんだけれども、はいはい、デザイン的に男性も興奮しないような、そういうようないろんなミスマッチが起こったプロダクトがあるわけですよね。その子を、まあ、一生懸命愛すっていう人間の底辺とプロダクトの底辺がお互い慰め合って感動するストーリーっていうのを自分で作って、でそれをビリビリ動画っていうところに投稿したらもうすぐ100万回再生、まあ、当時の100万回再生ってすごい量で、日本好きの人とかはなんかやべえの来たぞと、日本からガチモンの変態が来たっていう感じで、山下イコール変態っていうのがもうその頃にピタッとハマってみんなにこう受け入れられていくんですよね。でそこからは、まあ、みんながこう日本に対していろんな疑問があるので、それに対して答えるような形で動画を作って、まあ、ひたすらコミュニケーションみんなが日本の高校生の文化祭ってどうなのみたいな、はいはい、でアニメではめちゃめちゃ華々しいけど実際はそんなことねえと、ひもての文化祭なんてひどいもんなんですよなんかそういうようなお話をしていくとなんだ日本も同じじゃねえかみたいな感じでどん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 と親近感が増えてきたんですよね。でまあ本当にまあそういう感じでできるだけリアルに日本のキラキラしたところじゃないところも伝えていけばいくほど日本に対して親近感が湧いていくんですけれども、うん、それと同時に僕は本当に皆さんにごめんなさいだろうイメージ持ってくれてるのに。いやもう僕はね、もう本当にね、後悔してる、後悔というか謝んだけど、本当に日本をね、下げ詰めて自分のフォロワーを獲得していったので、ちょっと当時はそうするしかなかったんですけど、後ろめたい気持ちでいっぱいだったんですけど、まあそのおかげで、本当にいろんな人がいるんですけれども、今、中国とかで本当に有名な人たちばっかりと出会って、友達が増えていって、最終的にはこうピリピリとかで一番有名な日本人となって、まあ10周年特別賞って8年しかもらえない賞があって、そのうち唯一外国人で、ご賞いただくことができて、本当にまあ中国の方でみんなに優しくしてもらって認めていただいたっていうのが、うん、まあ、2010年代のハイライトで。日本のコンテンツ大体中国で受けるもんなんですか？やっぱりローカライズってかなりしてるんですか？アニメとかそういうのって基本的にはそのままでいけたりするものも多いですね、うん、ただやっぱ笑いとかそういうものになってくるとローカライズしていかないとなかなかフィットしなかったりするので、うん、まあ、本当にうまくいくものといかないものっていうのはしっかりと分かれますよね、うん、で2020年の、まあ、コロナのタイミングで日本に戻ってきたんですけども、はい、そこからはいろんなメディアとか出させていただいて、うん、中国の最新事情の話をしたりとか、まあ、今日みたいに僕が中国でどんなことやってきたかみたいな話
謝させてもらったりとか、あとは、先日ですね、僕ビリビリ動画でも流してるんですけれども、うん、地元の小樽の、うん、ショートムービードラマを作りまして、うん、それがすごく、まあ、今で大体もう200万回弱ぐらいかな、うん、再生されるようになって、いろんな面白い動画とかも作ったりはするんですけど、うん、これは感動させて泣かせに行く系の綺麗なドラマを作ったんですよね。小樽、はい、の、まあ、観光と、うん、コロナでみんなこう実家に帰れなくなっているような時代だったので、あのふるさとに対してこう思いを馳せるっていうテーマで、まあ、小樽を宣伝するような動画ですね。去年小樽行きましたけど、中国人ね結構いらっしゃったから、まあ、こういうの見来ている人も季節は ねいそうですよ、はい、日本国内にいる中国の方は結構みんなこれ見てすぐ行ってくれたりとか、そういうのもありましたし、多分これから来年とかもっともっと増えてくると思うんですよ、はい。まあ、これもバラエティ番組なんですけど、はい、中国人のインフルエンサーを日本に呼んで、まあ、対決しながら日本を横断していくみたいな、勝ったら、まあ、豪華旅行、負けたら貧乏旅行みたいな、まあ、日本では結構ありきたりなものであるんですけど、はい、中国ってこれなかったんで、このフォーマットを中国人の方にやってもらうことですごい新鮮にみんな映るんで、なるほど、日本では見慣れてるけど、うん、日本で撮って日本のスタッフが撮るんですけれども、うん、見た方がめちゃめちゃ多くて、合計でシリーズ2500万回ぐらい再生されて人気コンテンツになったんですよ、うん。こういうのやったりとか、あとは最近は VTuber さんとかと一緒にこう番組を作ったりとか、うん、昨年の日中国交正常化50周年の記念動画だったりするんですけど、そういうような動画を作ったりとかしています。なので、まあ、ちょっといわゆるこう YouTuber って言われるような人とはまた違ったアプローチで、まあ、動画を使って日本と中国でってこう橋渡ししていくかみたいなこととかは考えながらやってます。中国に何か PR するときってお金を払えば面は取れるんですね、数は取れるんですよ、はい、広告枠を買えばいいだけなので、ただ流すだけじゃなくて、うん、流して驚いて感動してくれないと、うん、心で動かないじゃないですか、はい、まあ、心を動かすにはどうしたらいいかっていうのを、うん、僕10年ぐらいずっとやってきたので、こういうのを今そのご依頼があった場合に僕はそういうロジック組み立てて中国進出の手伝いをさせてもらってるっていうのが今のお仕事ですね。テレビ局に限らずいろんなクライアントから話して、そうですね、うん、もちろんその商品を販売したいっていうところもあれば、自治体さんもあったりとかしますし、はい、芸能人の方最初全然知名度がなかったりとかするので、中国での、うん、その場合は僕と一緒にコラボ動画やって、うん、その流れでアカウント開設してっていうようなことをやったりしてますね、うん。あとは最近は本当に小樽観光大使とやらせてもらったりとか、越境 EC のデジタルコーディネーターとかっていうのをやらせていただいていて、うん、まあ、今までこうね、散々日本を下げ済んできたの皆さんの罪滅ぼしといいますか、はい、いろいろなね、やっぱこう先人たちのいろんなアセットを使って人気になってたので、僕一人の力じゃないなと、でそこにやっぱりこう日本のカルチャーがあったからこそ恩恵を受けてる僕がいるので、いただいた分を倍返し3倍返しとかしていけたらいいなと思って、まあ、こういう公共のお仕事とかインバウンドのお仕事とかを今やらせてもらっているところですね。そしたら、ね、こう今すごい可能性を感じていることをバーッと並べていただきましたけど、はいはい、ちょっとどんなことに可能性があるのか一つずつちょっと教えてもらってもいいですか。まあ、1個目は WeChat っていう、まあ、日本でいう LINE みたいなチャットツールがあるんですけれども、うん、はい、まあ、これを使ってファンクラブっていうものを醸成していくっていう、アーティストさんだったり IP キャラクターとかのマネタイズ方法を WeChat を使ってやっていこうっていうようなことをやっているという、うん、中国では LINE ぐらい使われてるわけですね。そうですね、うん、もうデビューは10億人超えてるんで、インフラみたいなアプリですね、はい、次インバインバウンドですね。インバウンドが、まあ、今年来年って、まあ、戻ってくるだろうってなった時に、いかにそれをデジタル化していくか、ビッグデータ取っていくかっていうところで考案している、まあ、アプリがあったりとか、あとは僕が今地方自治体の人たちとお話ししていく中で、はい、海外のインフルエンサー呼んでみたいなのがあるじゃないですか、はい、いろんなインフルエンサー呼ぶんですけれども、もっといいやり方があるなと思っていて、はい、もっとお金かけずに効果を最大化できるような考え方があるんで、まあ、それも今ちょっと仕込んでいるところなんですけど、住みます系、芸人やるじゃないですか、はいはい、芸人じゃなくてインフルエンサーが地方に住むっていうような、うん、そういうような感覚で考えているようなことがあるっていう、それで発信をしてもらうってこと、まあ、そうですね、簡単に言うとそんな感じですね、うん、あとは最近日本で有名な中国人ってなかなかいないですか、うん、まあ、多分歴史を遡るともしかしたら女子12学坊ぐらいまで遡ってしまうかもしれない。そうですね、まあ、日本のカルチャー好きな中国の人ってやっぱアニメ見てたりとか声優さんが好きだったりとかっていう自分の中の日本人アイドルがいるわけなんですよ、はい、で翻ってみると日本人で中国の方でアイドルとかで思いついてこの人が好きなんだよねって言える人って全然少ないじゃないですか、まあ、そうなった時にやっぱこう僕みたいなおっさんじゃなくてやっぱこう若い女の子とか、うん、若い男の子のアイドルが生まれてこないと、うん、
日本の若い人もこう心動いていかないじゃないですか。なので、まあ、こういう中国のビジョンを日本でプロデュースしていくっていうところに、やっぱこう心をこう溶かすヒントがあるんじゃないかなっていうところですね。あとはもう海外向けに、まあ僕も他の他局さんではあるんですけども、一緒にテレビ番組を作って、テレビ番組を日本で流すだけじゃなくて、海外の人にも一緒に楽しめるような番組っていくと、日本の制作会社さんめちゃめちゃ能力高いので、まあそういうような番組作りもできるんじゃないかなと思っていて、で、その中で、まあいくつかこんな番組作ったらいいんじゃないかなってアイデアがあるので、こういうようなことをやっていけるといいなっていうふうに思っています。企画はもうすでにもう複数あるんですか？そうですね、もう全部あの資料というかある程度なってきてて、僕が作りたいのはこれですね。外国人の日本旅っていう、いわゆる日本に来る外国人でいうと You are 何しろっていう番組があるんですけれども、じゃなくて今もう観光庁とかも含めて、まあ、日本で高付加価値のいわゆるこうたくさんお金を使ってくれる旅をしてもらいたいっていう気持ちがあって、自治体さんもそういう人たちを求めていると、でも実際に外国から来る人が何を求めて何に喜んでくれているかって結構肌感覚わかんないじゃないですか。でもちろん中国の人もそうですし、シンガポールから来る人とか欧米から来る人とか、またそれぞれ好みが違ってくると思うんですけれども、まあ、そういう外国人旅行客にその人たちの興味に関心についていくんじゃなくて、日本の旅行プランナーがプレゼンするみたいな、で満足する旅をプロデュースして、実際にあの日本人的にこれいけるだろうって思ったものに対して外国人がどういう反応してるかみたいな。なるほど。ガチンコ対決ですよね、日本を楽しみたい外国人と日本を楽しませたい旅行プランナーが実際にこう企画でぶつかるみたいな。ミスマッチ生じそうですもんね。そうですよ。でミスマッチするところが逆に面白いじゃないですか。あれここ全然盛り上がってくれないのみたいな。でなんでこれ喜んでくれないのなった時に、いや僕の国ではこうこうこうだからっていうところで、まあ、学びが出てくる。そうなってくると、あ、なるほど、この国の人はこれ NG なんだなっていうのが、まあ、集合地として分かってくると、まあ、それを日本の人に見せてると自治体の人とかが、あ、なるほどこういう風にすればいいのかって分かるし、逆に海外に発信すると盛り上がってくれたところ、あ、こんなところがあるんだって言ってこう見てくれるし、ミスマッチなところは文化のカルチャーキャットとして楽しんでくれるので、まあ、こういうような番組ができると僕は非常にこう日本でも海外でもニーズあるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。本当にコンテンツを作り続けてきたからこその方が怖いのかなと。まあだから本当にこう、日本へのニーズって結構みんな、最近だと特にこう自然とかグルメとかっていうのが海外の方に求められる二大要素なんですよね。だからもう自然とグルメと、まあ映えと学びっていう言われてる、今言ってるんですけれども、日本に来て見たいもの食べたいものって自然と美味しいご飯なので、それってあんまりこう、実は日本人が欲してるものとあんまり変わんなかったりするじゃないですか。中国の方の旅の様式っていうのも富裕層の方中心にどん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 変わってきて、あんまりこう日本人が考えるいい旅と中国人が考えるいい旅っていうのがそんなにギャップが生じなくなってきてるんですよね。だからここからはものすごいチャンスだなと思っていて、まあ、そういうのもまあトレンドに合わせていろんな人のニーズに合わせて日本の楽しみ方っていうのを日本人も勉強していかなきゃいけないので、こういうのをテレビ局さんとかがやってくれるとすごい国のためになるのになって思ったりしています。なるほど。今回の学び、華々しいところだけでなくリッチな部分もアプローチすることで親近感を持って接してもらえるようになる。再生回数を増やすだけでなく見た人の心を動かす意識が大切。今の観光はパターン化していることが多く、外国人観光客が本当に求めるものに気づく機会が減少している。皆さんは日本が求められているものって何だと思いますか？コメントで教えてください。いや本当にちょっとすぐ担当連れてやろうという企画だったり、いや本当にここまでちょっと面白い話すごく聞いてたんですけど、後編の方ではこう、ね、中国の中でどんな苦労をされたり、そういったこう中国うまくいけるっていうところを掴んでいったのかっていったあたりを、人生をこうライフチャートを使いながらお話を聞ければと思っていますので、皆さんもチャンネル登録をしながらお待ちいただければと思います。本目の動画20万回とポンと再生されて、その後いろんな人からこうメッセージが中国語でバーッと来るようになって、やって何か反応があることがものすごく嬉しくて、みんなのためだったら20代の全ての時間捧げますぐらいの勢いで、まあ、簡単に言うと、まあ、そういう会社の方向性が合わなくなってそこから離脱する時に中国で頑張って食べてきたお金とか、そういったものが全部なくなったっていう。なるほど。